表参道高校が勝負は TBS 系の金曜ドラマにて2015年7月17日から同年9月25日まで放送された日本のオリジナルテレビドラマである。愛称はおもこう。方根京子は本作で連続ドラマ初主演作にしてザテレビジョンドラマアカデミー賞主演女優賞などを受賞し評価された。東京原宿の表参道にある 表参道高等学校が舞台の青春学園ドラマ。かつて合唱の名門校であった同校の合唱部は廃部寸前の危機に立たされていた。そんな中、香川誠が香川県から転校してきた。合唱が大好きな孫との影響で大廃的だった合唱部員は部の立て直しに動くようになり、歌の力で自分たちや周囲に起きる様々なトラブルを乗り越えていく。 最終回では、部員一同が特別公演として、伝説の愛の歌の成り立ちを描いた合唱劇を上演することにより、孫とへの恩返しを果たす。生徒間には区分が存在し、一軍、二軍、県外と区別され、合唱部を含む県外生徒は、オタクや不登校生徒などが属し、上位生徒から関わりを避けられる空気がある。 もっとも、誠の合唱に対する熱意に影響されて、区分の壁を越えが支障部員となる生徒が増えた、ことにより、徐々に、1軍、2軍、県外の区別は、有名無実化してゆく。生徒教師第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話出典 ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZ AABAC アド編曲、井上一平子のドラマのキャストオーディションの時の歌の課題曲 ABCD 路上コンサートバージョン、ミナヨ内田デュエットバージョンハット AB 子のドラマのために作られたオリジナルソング。主人公らは表参道高校合唱部に伝わる伝説の歌と認識していたが、実際は有事の作詞、 作曲であった。二重賞バージョンハット ABCD 合唱部。合唱劇、愛の歌劇中曲混成合唱バージョン、香川家バージョン。ただし、U はそのホームレスが、ユリアのジップであること、ユリアが渡した封筒の中身が、お金であることを知らない。実際に紛失したのか、内心では、合唱をやりたかったため、なくしたと嘘をついたかは、明確に描かれていないため不明。 この一件は、表参道高校の一部の生徒の間では、パワハラ事件として知られている。篠崎彩香と記した文書も見られるが、ドラマのエンドロールでは、役名表示なし。見なよに関しては、お金を渡す寸前に、有事に止められて未遂に終わった。脚本協力、渡辺雅子、中園祐也、成田のり子。ありがとうございます。